まあ、相手の動きって雰囲気で基本的には感知するものだから、相手の肩がちょっと動いたから面くるのかとか、そういうところで見てると思うので、一瞬の判断という意味ではその全部積んできたものが出てるということですもんね。はい、そうですね。だから無理に下手にこう打っていくってことはないですよね。その無駄打ちをするってことはないですよね。橋本君の場合はどちらかといえば攻め合いで相手を伺って、はい、でまあ一発で仕留めるようなタイプ。あ、そうですね。はい、そうですね。僕はどっちかって言ったら技を結構打つ気のない技を何本か出して、うん、それで気を散らしといて自分の決めたい技を最後に持っていくみたいな。え、ゴールをもうすぐ決めてるんですか？道筋を決めてのやり方です。それが攻め合いなのか、僕は技をこう、うん、変化球投げといて最後ズバッとストレート投げるとか、もうずっと高め最後に。インローすげえっていう組み立てのタイプですね、僕は完全に。そのタイプに相手がはまってこない時っていうのは、やはり自分のペースが乱れるってことはあるんですか？いや、それはまたその時修正します。だいたいデータに基づいて組み立てていって、あ、今日ちょっと違うなってなると途中で変えたり、いくつかの攻めがある。そうですね、引き出しを多く持ってる方ですかね。枝も幹が一応あって枝もつけとくと、えらいもんやなそれ。だからしんどいですよ。すごく頭使うんで。そうですね。そのね、橋本君みたいなのが頭使ってないわけじゃなくて、さあそっちはそっちで自分の自信持ってる技があるから、それで勝負したら、例えば実力がこんな選手やったらそれだけで勝てるわけじゃないですか。例えば高鍋さんみたいな速い面があると、それをバッて出せば相手が反応できないわけで。でも僕はその技がその飛び抜けた技がないんで、いろんなことを組み立てていかないと強い相手にも弱い相手にも通用しないんですよ。だからしんどいですね、試合が。